はや肉がないんで、顎のあんだけダブンダブンだった。人間ってすごくない？たった一晩でこんな変わるんだよ。たった一日でこんなにあんだけあったお肉を肉がゼロ。ほっぺたもこける。すごくない？人間ってここまで変わるのかって。人たった一日でちょっと引いてるからね。結構マジで引いてるわ。すげえよな。うん、リンパの多分流れが良くなったんだろうね。行くよね。まあね、まあでも、まあまあそうなんだけど、まあちょっとストレートに行きたかったっていうのはあるよね。ストレートにこうクリアをしたかったよね。充電がこんなにかかるっていうのは俺の歩くスピードが遅いからだよね。ちょっと遅すぎるのかな。なんしもんどころ、いやもう早く帰りたいよ。正直もう心ボロボロ、早く帰りたい。疲れたよ。ああ言ってよ、もう心折れる。ああ、のんちゃんが美味しいご飯作って待ってるね。こう電波ねえんだな。上りの電波がねえんだ。からプツるんだ。上りの電波弱すぎるでしょ。あと3時間、3時間充電して何パー持つかな。少しプツプツだね。いやー、リスワンもふわっと厳しくなってきたよ。1万人以上稼ぐの金梅さんとツバニアンだけだったの。みんな9000人とか7000人で取れてたんだけど、今ねリスワンね、みんな1万人超えてるんだよね。でビギナーズとレディース始まったでしょ。だからもうほんと厳しい。閲覧も取らなきゃいけないし、花火も上げなきゃいけないし、マジね、もうリスワン手引く人もいれば、マンスリー狙っていく人もいればさ、逆にリスワンは意地だっていう俺みたいなタイプもいるし、群雄割拠だよね。配信会が活気づいてきて、ふわっちゃが活気づいてきたのはいいけど、本当に
大変よ。本当に大変。張りついてきたけど、あれコメント見えてる。またこっちの問題かな。なんかかすってるだけか。いやーすごい世界ですよ本当に。橋本くん復活するか。一時期のさ、全盛期のニコ生みたいだよね。なんか偽物はこれ淘汰されるよ。偽物の配信者は淘汰されるよ。橋本くん復活か。便所太郎さんも、いや、ふわっちはすごいよ、やっぱり。ふわっちはすごい。これ多分ツイキャス超えるだろうね、このままいったら。だってニコ生のいいとこ取り、ツイキャスの大手、この2つが共存してるサイトなんだもん。ありえねえよ。だからニコ生死んだね、もう。ニコ生はもう完全に死んだ。いや、それはついてないです、近藤さん。阿佐ヶ谷っす、今。調べてみようか。阿佐ヶ谷から、あ、新宿。阿佐ヶ谷から新宿。まあでも、リスナーとしてはね、いろんな人見れるから嬉しいよね。駅まで6キロか。1時間23分佐賀屋。うるさいんだけど。新宿阿佐ヶ谷高円寺、阿佐ヶ谷高円寺、中野、東中野、大久保、臭いとかいうレベルじゃなくて全身臭い感が今。
全身くせえ。これリアツしてくれた人に申し訳ねえわ。くっさ、マジで臭い。脇がどころのレベルじゃない。もわもわくっせえ。あー、くっせえ。いやー、もう臭い。考えられない。ねえ、俺はこの先どうしてったらいいのかな。俺はこの先どうしてったらいいと思う。本気で。ねえ、マジな話。俺はどうしてったらいいのかな。俺は何になりたいんだろうか。リカちゃん無線ありがとう。あ、マジくっせ。自分の匂いでイライラするわ。痩せるか。そうだな。見た目はちょっとみすぼらしいな。痩せるわ。うん。それは大事だと思ってて。見た目がいいとね、なんか、清潔感出ると女性リスナーやっぱ来るんだよね。いや、あのね、やっぱね、答えるよね。やっぱ橋本くんがパッと出てきてパッとあの数字見せられると。いやー、限界だよな本当に。どうしたらいいんだろう。旅か。そうだよね、体鍛えた方がいいよね。みすぼらしいより鍛えた方がいいもんね、絶対。いや、旅でやっていくのもちょっと不安があるんだよ、正直。やっぱさ、みんなはほら固定給があるのか何なのか分かんないけど、みんなの生活はねえ、なんか安定してるんでしょ多分。でもさ、本当に俺その安定ってゼロでさ、その配信がダメになった瞬間、例えばの話、そのふわっちで1ヶ月半になったら終わるんだわ。本当にそのまま食えなくなるんだわっていう怖さもあるし、やっぱりそのこれ配信であんま言うことじゃないかもしれないけど、やっぱのんちゃんのメンタルのこともあるしさ、やっぱり釈迦のこともあるしさ、いろいろ不安を抱えながら旅をしてんのね。だから、なんだろう、その旅に出るの毎回毎回勇気振り絞ってさ、行ってるんだよ。まあまあ、そうだよな。でもワンワン泣くんだよ、のんちゃんが一人で。のんちゃんは捨てられたんだってさ、のんちゃんは一人ぼっちなんだっつって泣くんだよ、もう毎晩毎晩。
ぱそれもね辛い。まあだったらね働いて身固めて2人で勝手にやればって感じだよな、リスナーからしたら。こんな幸せにしたいんだったらじゃあねお前が働いて2人で勝手によろしくやれよって感じだもんな。難しいよな。また電波ねえか。大事な話してんだけどな。ブツブツだね。電波ねえな。いやでも結構ショック受けるんだよ、傷つくんだよ、なんか顔に出ないけど結構傷つくんだよ。昔から応援してくれる人がもういいっつって見ないっつって、もうなんか麻痺してきちゃったけどさ最近。正直毎回さ寝れ悔しいほど寝れないし、もうなんか何とも言えない感じになる。もう慣れちゃったけどね、なんかそれも嫌だけど、このままだとね。いやもう難しいよ。あーまた液だれがすごいな。耳がべっちゃべちゃだな、やばいなこれ。あーこれひどい。まず何が正解なのか全然わかんねえよな。正解なんかないんだろうけどさ、正解なんかないんだろうけど、まあ俺のせいだな。いやそれはわかるよ、そう。でもどうしていいかわかんないんだよね。俺のせいなのは俺のせいなんだよ、そう。だから悩んでるわけじゃん。いや見てると思うけどさ、だからそのもう俺本当に嫌なんだよ。タバコとかですごい言われようじゃん、結構本当に傷つくの。全然楽しく放送見れない。だから放送見ないんだよ俺、正直言うと。他の配信者見ないからって言うじゃん。俺の話題になってそのロムっててこき下ろされたりしてるとさ、もうほんと傷つくんだわ。だったら配信やめちまえだよな。わかんねえな。全然わかんない。今大事なポイントだと思うんだよな。あ、ごめんね、なんか愚痴っぽくなっちゃって。ほんと悪い。でも疲れるよね、ほんと傷つくし。
なんかもう心すり減ってボロボロになってさ、なんか痛み感じなくなっていく自分がいるからね。自分ができることだよね。そうだよね。ああ、いいこと言うね。そうだよね。そうなんだよね。旅できるやつ、面白いやつ、気遣いするやつ、もう粒が揃ってきたんだよね。で、器用貧乏なのがあだとなってるのは間違いねえな。本当だよ。何でもそつなくできちゃうけど、どこにも突き抜けてないよね。いや、限界超えてるから本音が出るっていう部分はあるんだけど、今多分俺が今その思考っていう武器を奪われてるわけじゃん。多分今話したいとも思うし、今聞いてもらいたいとも思うし、今思考力はゼロなんだよ。だからもうまっさらな心の状態で多分みんなに話せると思うから、まだ終わってないから、今日の配信良かったって、まだ終わってねえから人間臭さか。そうだね、新しい配信サイトも手ついてなくて、今の積み重ねが未来を作る。そうだよね。なんかね、改めて振り出しに戻った感じがしたな。いや、実はね、橋本くんって悪い言い方じゃないからね、誤解はしないでほしいんだけど、すげえ目の上の単行部なんだよ俺にとって、あの人って。いや、戻ってきてくれたのすごい嬉しいの、俺の中で本当にそれはあるの。でもね、やっぱり同期であんだけ実績出してて、で俺、金梅さんがさ、数年前の配信なんだけど、橋本くんが万人コミュになった時さ、橋本くん、金梅さんが、すいません、電波が悪くて申し訳ないっす。電波が悪くてすいません、申し訳ない。見えてるかな。うるせえな。すいません、話の途中で電波が切れちゃいました、申し訳ない。でね、聞こえてると思うから続けるんだけど、その橋本くんって、その同じタイミングで配信を始めて、やっぱ大手になった人なんだよ。同じタイミングで始めて、でやっぱりさ、俺はなんで結果が出なくて、橋本くんはなんで結果が出るのかっていうのは未だに答えが出ないんだよね。いろんな人分析するのは得意じゃん。でも俺の中でね、その橋本くんだけは分析できてないんだよね。やっぱりブーンって言ったし、なんかね、そのコンプレックスがあるんだよね、橋本くんに対して。まあ、年齢は俺の方が下かもしんないしさ、あれだけど、これが持ってるってやつなんじゃねえかなとか、持ってる人なんじゃねえかなみたいな。いや、もちろん努力も体も張ってるから分かるんだけどさ、すげえ実力あんのは分かんのよ、面白い配信やってんのは。そう。で、まあ俺は空気読めないですね。おはほほめ、おはよう。だから、なんだろう、やっぱりね、そういうコンプレックスみたいなのがね、橋本くんの今日でやっぱりぶつけてきたわけじゃん、企画を。だって橋本くんさ、高尾山の時にコメント、もう始まって10分でコメント書いてくれてたの。で、企画ぶつけてきたわけじゃん。で、あれって結局実力差見せつけるためにやったわけでしょ、橋本くんが。で、まあ圧倒的だったわけじゃん、結局。だからね、何にも埋まってねえじゃんと思って、この数年間、橋本くんが引退してる間さ、やってきて、結果何にも変わってないわけでしょ、この差は。だから、まあ何なのかなみたいな。めんどくせえよな。
本当に世が言う通りさ、気違いさせたら金梅さんには勝てないんだよね。で、雑談させたらちゃんまんにもドレさんにも勝てないわけじゃん。で、格闘技やったらね、辰彦にも勝てないしさ、多分クモン流にも勝てないんだよね。何なんだろうなと思って、何をやってきゃいいんだろうっていう。旅だってやってるやつ5万というしね。いや、配信に関しては悔しいよね、やっぱり。配信に関してはさ、その同じ時期に始めた人にこれだけ結果をこう差が開いてんのかって思うとさ、やっぱり悲しくも思うしさ、なんつうんだろう、まあ、すげえなと思う半分、やっぱりここまでね、差が開くとね、さすがにこうもやっとするような。才能ねえなーって本当思うよね。いやでも配信で愛されてなんぼの部分あるじゃないや。愛されてなんぼの部分あるじゃん。疲れるよね、本当に。毎日毎日自分責めてんのが嫌になるよ、本当に。ああ、俺がしっかりしてねえからリスナーいなくなるんだとか、ああ、俺が面白くねえことからやってっから相手も飛ばねえんだとかさ。答えでねえよ、ほんとに。高尾の企画だってさ、とっておきなわけじゃん、こっちは。温めてて。ぶっちぎりだもんな。向いてねえのかな。いや、めちゃめちゃ愛されてると思うよ。めちゃめちゃ愛されてると思うよ。すげえ。めちゃめちゃ愛されてる。だから何を求められてんのかもうさっぱり見えなくなったね。その、なんて言うんだろう。愛されてるのはわかるんだよ。でもね、その人たちが何を求めてるのかがもうわかんなくなっちゃって。愛されてるのは毎日感じてんの、銀ちゃん。
それは本当に感謝してるし、今日もリアドしてもらって本当に そこは否定しない。だからこの人たちは俺のどこを見たいんだろうっていうか、その何をしたらこの人たちが喜んでくれるのかっていうのが分かんないんだよ、もう。余談、軍隊のその兵隊の人数ですね、はい、2500人から5000人ぐらいじゃなかったっけ。で今その話してないから、あ、その今いる人たちがもうアンチなのかとか、その囲いなのかとかもう抜きにしてウォッチしてくれてる人がいるわけじゃん。でその人たちでも 何が見たいんだろうっていうのはもう全くわからないね。どうすれば喜んでもらえるのかなっていう、もう手応えがスカスカって感じかな。その噛み合わないっていう言い方すると失礼になるな、なんて言うんだろう、手応えがないんだよね、全く。これ求められてんのかなとか、そのこれ俺がやりたいだけなんじゃないかなとか、だからそのどこに行ったらいいのか分かんないっていうのは、まあ多分そういうことなんだろうけど、次にワクワクする展開だ、あ、俺がどんな配信してる時、どんな配信何が楽しいんだろうな。どんな配信なんだろう。コメントがないことに近いかな、今言った話は。アイテムが 100% っていうわけじゃなくて、まあ、アイテムも含めてなんだけど、どちらかっていうとコメントかな。うん、割合で言ったら9対1ぐらい。9がコメント、アイテムが1って。っていうかね、そう、コメントで受けが取れれば絶対花火って飛ぶんだよ。絶対連動してると思ってて。ただその、求められてることが全然できてないっていう風に思ってるんだよね。今そう、パチンってハマってないっていうか、そこはね、その手応えみたいなものは絶対必要なんだよね。そうなんだよね、流動的だよね。それに応えられるか、もしくは一品料理で強いもの持ってるかの二択だと思うよね。一品これですって出すタイプか、何でもできますよそこそこっていう。で俺は後者なんだよね、多分。徹底的にヒールになると今度はね、病むんだよね。そのヒールになればなるほど、その何やってんだろうっていう、別に好かれようっていうわけじゃないんだけど、なんだろうね、そのニコ生の時どちらかっていうと徹底的にヒールやったんだよ、もう割り切って。でもね、やっぱりね、心のバランスそれなくなるんだよね。全然不安定になるから、もう打つとそう繰り返して減らって、だからコミュ爆破してみたいな、もうそんな毎日で、もうなんか全然配信楽しくなかったね、正直その頃は。
だから徹底的にヒールになるっていう選択はねやってみたことあるんだけどね、あんまり良くなかったね。そう、なんかその演じてる自分、その求められてる自分がそこなのかなって思う時あるけど、やっぱりねアンチ側にそれ寄せていく行為だと思ってて、なんか疲れちゃうんだよね本当に。あー、いやでもやるんだよは本当にすげえと思ってて、そう、いや結局そこなんだよね。そう、でもやるんだよはすごいんだよ本当に。そう、でもやるんだよしかないんだよね本当。あれはすごい言葉だよね。いやもうやるしかないんだよね本当に。結果そこなんだよね。そう、本当に世の言う通りでね、もうねこんなのをずっと繰り返しながら毎日自問自答しながらね、でもやるしかないんだよ本当に。まあ台本は別に組まないけど、あんまり好きじゃないから台本面白いと思わないのよ正直。なんかその台本見てすげえと思ったことがなくて、どちらかっていうとだからその金梅さんが本当に気違いやりまくってた頃とか、そのうなちゃんマンであったりとか、そのドレさんがガチでその淡々と話してたみたいなさ、そういう系が好きじゃん。だからうなちゃんマンって本当にそのガチの人だし、もうなんつうの、本気一本みたいな、狂ってるクレイジーじゃんとか、そのドレさんが淡々としてた頃とか、そういうのに惹かれるっていうのはあるよね。あこれ本物なんじゃねえのみたいな。それは別に神格化とかしたらおだっててるとかそういうことじゃなくて、あこれ本物かもしれないみたいな。配信者だったらダメなんだよねやっぱ。俺はビートたけしになりたいんだけど、あのね、それビートだけじゃないんだよね。俺島田紳助が好きなんですよ。すっげえ好きなんですよ島田紳助が。ビートたけしよりも明石家さんまよりも島田紳助ってすごいっていうのがあって、俺の中であの松本人志に何もさせないぐらいのパワーを持ってるんですよ。あの松本人志を惚れさせたのは俺島田紳助が本ちゃんだと思ってて、ドルさんブレブレ。いやでもやらないんだよにはなってないけどね別に。いや違うんだよ、よあのね、でもやるんだよっていう風に思ってても、今の和田さんはやらになってるもんなっていうその藁があるでしょ。それ冗談で言ってるつもりじゃなくて俺には刺さって歯向かいたくなるんだよね。じゃあそんなんだったらやる気ねえわみたいな、なんつうかわかる、ひねくれてるんだよね俺すごい。そのアンチの一言とかさ冗談で言ってるの分かってんのよ。でもね、なんか慣れちゃう自分がいて、それは俺の弱さなんだよねやっぱり。そこでねやっぱねサジ投げちゃうんだよね昔から。あもうどうでもいいわみたいな。なんでなんだろうね。なんかこの期待には応えたい方だと思うの、サービス精神はある方だと思うの。でもそのなんか一生懸命っつうかさ、一生懸命って言い方おかしいかもしれないけど、乗ってる時にさ水パッて投げられちゃうとなんかこうシュンって冷めちゃうんだよね、シュンって冷めちゃって、松新面白かったよね。そうそう、まあね、うずらさんの言う通りだよね。初見さんいらっしゃい、旅団ってどういうことするですか。ああプロフィール欄に書いてありますけど、旅とかやってて、で一緒に旅しようぜみたいな、旅する団体みたいな意味です。ありがとう、風船ありがとう。でもやらないんだよっつうか、いやでもやらないんだよって感じじゃないんだよ。やる気があるんだよ。
でもさ、その要さ、そのすげえ複雑に絡んでるの、その変なプレッシャーみたいなのがいっぱいあんのよ本当に。それこそもう全部俺の LINE と DM 晒したいぐらいなの、全部ぶちまけたいぐらいなの本当に。毎日プライベートでごちゃ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 で、例えばミュウツーが放送するためにピコンピコンなる、カラスが放送するためにピコン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 なる、こんな悪口言ってますよ、こんな悪口言ってますよ、こんな悪口言ってますよって複数人から、もうさ、気が狂いそうになるんだよ。いや、やらすときゃいいじゃんみたいな、そのなんかすげえ嫌なんだよね。このきっかけなんて言ったかな。ああ、カー君だね。カー君と二人で飲んでて、カー君が、そう、俺忘れてたんだけど、カー君が、その、なんとか戦やって、やりましょうよ、みたいな。で、その時に、なんかこう、なんかリスナーいたじゃん。パンダとかいうリスナー、カー君煽ったじゃん。あいつに見せつけてやりましょうよ、ってなって。ああ、つって。で、路線を自分なりに考えて、別にその路線にこだわる必要ないな、と思って。リアトツが多そうなところをやるべきだっていう判断をして、だからカー君がきっかけだね。そのパンダ見返してやりましょうよっていう、あのクソアンチクソガキやれるところ見せましょうよってなって、ああそれいいねっつってバーで盛り上がってプライベートで飲んでる時で、まあやろうかみたいな。だからカー君だね、この企画のきっかけは。いやでもね、佐野ね、いやすげえなと思って何年も追っかけてきたんだけどね、やっぱ手届かないんだよね。佐野智則はすごいよ。やっぱね、真似してもダメだな。本当にずっと追っかけてきたし、ずっと真似してきたけどね、もうあれ群抜いてんだよな。和道さんはかっこよさを追求してる。かっこよさ、うん、周囲はそれを面白いもの、可愛い人間として愛してる。このギャップでは捉え方だよね、うん、だからもうね、自分が変わらないとダメだっていうのはもう答えは出てんだよ。自分が変わらないとダメだと思って。タイプ的に似てんのかな。俺がちゃんまん好きだからね。最新回における島田紳助のポジションは誰がいる？いないんだよね。いないのがキーだと思ってて、俺ビートたけしは完全に石川の隆起って、これわからない？これ共感できるでしょ。俺ね、ビートたけし性をね、石川の隆起に本当に感じるの。カリスマ、面白さ、力強さみたいな。で、明石家さんまって誰なんだろうな。俺ビートたけしは石川の隆起タクって感じだね。いないんだよね、その島田紳助っぽいっていうか。すげえわかるでしょ。いや、ゆいがさんは本当レジェンドだからな。ただまあ全然ジャンル違うって感じかな。すげえ人っていうイメージはあるけど、なんだろう、あんまりその共感をしたりとか、その配信のなんかこう引っかかるっていうのはないね。そのキャラクターが強すぎるから、やっぱり圧倒的に面白いんだよね、ゆいがさんって。鮫島さんと属性は似てるかなってすごい思うけど、頭の感じは。これあんま見たことないか分かんないね。なんかね、そうどうせやらないでしょみたいなこと言われるんだけど、やってきたつもりなんだよね。だから、なんつうんだろう、なんでどうせやらないんでしょみたいな空気になるのか全然理解できなくて。新やっちょはね、俺ね、実はそのみんなで仲良くやろうよっていう、そのニコ生ってすごいギスギスしてたの、細田さん。ああ、まあプライド高いクズね、まあ、カテゴリーね、はいはいはい。
なんかね、すっごいギスギスして上下関係も厳しかったし、コラボなんて簡単にできないのよ今みたいに。会おうもんなら死活されるぐらいなの本当に。新人が来たら何お前みたいな顔されるの。配信なんて回してても全然喋りかけても無視されるし、そういうねのが嫌いって言って、みんなで仲良くやろうって、若手も可愛がろうっていう空気を作ったのは新やつなのね実は。そのニコ生の反省点っていうかで、空気感を変えたっていうのは俺はやっちょのイメージかな。すげえ仲間大事にするし、あの人はすごい影響力あると思うよ。それは感じるね。だからそのブッチをしたりすると絶交するっていうぐらい怒るし、やっぱり和を大事にする人だから、俺はそういう見解かな。新八丁のイメージって言われたら、ウニオさんわかんないですね。メイメイさんごめんなさい、初めて聞いたかな。八丁いい人だよな本当にね。だけどプロ意識高いっていうイメージだなと。ね、正直言うとね、俺ってね、その、いたら邪魔にもならないし、役にも立たないかもしれないけどね、いい穴埋めパーツみたいな感じだ。弁当太郎さん、兄貴って感じだね、本当に。お兄ちゃんって感じ、俺にとっては。こんなお兄ちゃんいたら楽しいだろうなって。ニコニコ、ニコニコしながらいつも可愛がってくれるの。全部気前よくて、金全部出すし、飲み会みんなが集まって、って。もうみんなが集まるの大好きで、兄貴分で、おい今日は俺のおごりで一次会はなみたいな、二次会勝手にやれよみたいな。もう弁当さんにおごってもらったこと何回あるんだろう。もう5回か6回じゃ聞かないぐらいあると思うな。兄貴って感じ、本当になんか昔ながらの兄貴って感じ。その俺はすげえ弁当さん慕ってるかな実際。まあまあ見た感じのまんまだよね俺は。あんま配信の弁当さんなんかたまに暴走するときあるけど、俺はあんまその辺気にしてないかな。穴埋めパーツしっくりくるでしょ。だからぶっちゃけ強力なキャラクターがいたとき俺必要なくなるんだよ。そうガヤ芸人つうかね、俺はだから芸人のポジションで言うならさっき島田紳助好きだって言ったけど、俺多分ね品川庄司品川なんだよ多分。多分今どうなってるかって言ったら、品川庄司品川っつったらしっくりくるでしょ。意識高い、プライド高い、そつなく喋れるんだけどうざがられる、ひな壇でもそこそこやるんだけど、中堅どころでひな壇でも喋りうまいんだけどあんまり可愛がられない、冠番組がないで映画とか言い出す、もう全部丸かぶりなんだよね。あいじられなのかな、どうなんだろうね。ハニトロさんこんばんは。スパイスじゃなくルーになりたいイメージなんですかね。いや、どうなんだろう。そのハマってその楽しかったら何でもいいと思ってて、別に具だろうがルーだろうとかスパイスだろうがラーメンだろうがスープなのか麺なのかね、ハマればどこでもいいと思ってるんだけど、そう俺はどこにいんだみたいな、その配信会の中で何を求められててどこになればいいんだっていうのが全然わかんないの。あー出川ね、俺出川さんすごい尊敬してるけどね。違うんだよそれが良さよね。言うでしょ、うなちゃんマンも違うんで、逆なんだよあの人。そこは難しいところで、ビジネスの話受けるんだよ。でちゃんマンもビジネスの話するときするからなって言うけど、そこを見てるわけじゃん。だからそこをね、言葉の真に受けたらダメで、そのビジネス枠面白いってみんな言うの、そこがね難しいんだよ。出川すごいよね、お尊敬してるよ。器用貧乏、そうだからどこにも尖ってないんだよね。
どこにも尖ってない。あー惜しいか。でもね、そのちゃんまんが見えてる惜しいっていうのと俺は分かんないんだよね。なんか惜しいんじゃないか。実はね、その今大事だっていうのも分かってるし、もう何個かパーツはまったら行くぞ行くぞっていうのは常にあるの俺の中で。もう 泥をすすってこう上がっていって、ここだぞって、ここで一つはまれば王手になれるんだぞっていうさ、一個の歯車みたいなのあるじゃん、最後のパーツみたいな。それがね毎回分かんないでね、スルスルって逃げてくんだよ。これなんだよ俺は。わかる？その、自分でね、これなんでこのチャンス逃しちゃうんだろうっていう。俺ちゃんまに会いたいよ。でもちゃんまにブロックされてんだよね、本当に。自分を俯瞰で見れて、ね、いない、見れないね。可愛がれていることを馬鹿にされていると感じられると。あー、どうなんだろうな。俺はだからその便所さんの可愛がり方が好きなんだよね。あ、そういうところがアスペなのかな。なんかそのなんでこんなひどいこと言うんだろうっていう、うん、ちゃんまにブロックされてんだよね。だからしばらく見れてないんだよここ1ヶ月間ぐらい。結構ショックなんだよね。だ余計迷走してるよね俺ね。それがね、違うんだよ、カッコつけてないんだよ。あのカッコつけてるカッコつけてるって言われてるけど、知らんね、カッコいいんだよ俺。俺ねこれ本気でそう思ってんの。カッコつけてないの。もうねボケーっとしてるだけでイケメンなんだよ俺。本当にこれは、これは本当に、これは本当にね。いやこれはマジで、これはマジの話で、ここは悩んでないの。カッコつけてるって思われてるけどカッコつけてないの。カッコいいの。そこは譲らない。俺は黙ってるだけで絵になっちゃうの。だからそこに嫉妬するのはわかる。そこは別に俺はいい。そこは悩んでないから。いや、違う。そこは本当に悩んでないの。しょうがないなって。黙ってるだけでかっこいいんだから。正直そこはあんの。黙ってるだけで、ああ、まあしょうがないよねって。ネタぶわっていう。今日まだ散歩配信終わってねえんだ。今バッテリー充電中でまだ阿佐ヶ谷なんだ俺今。いやそれは全然俺は問題ないと思って、別にそこはあんまり悩んでない。しょうがないよそれは。俺はそこは全然そのカッコつけてるとか言われてもふーんってしょうがないよね。いやそこは全然俺は平気。いやそこは違うんですね。みんなそこ違うんだって。違うの。いいのいいの、そこは。そこは全然問題ない。むしろストロングポイント。俺の強み。ネタじゃない。全然。いやしょうがないよなそれは。俺自分が世界で一番かっこいいと思ってるから。違うんだってネタでしょそれ。それネタでしょ。ここのコメント欄、ここのそれネタでしょ。違うんだって。いいよそういうの、そういうノリはいいの。いいから、そういうノリあんま好きじゃないよ。世界で一番かっこいいと思ってるからね。また電波ね。なんでこういう大事な話したら電波ねえんだよ。今一番いいとこでしょ。今一番リスナーが盛り上がってる、一番聞きたい話でしょこれ。じゃあもうなんで電波なの。
だからカッコつけてないんだって、カッコつけてないんだって、やめようよこの話。見えてる？見えてたら手挙げて。見えてる？映ってるかな？ドロップしてんな。なんだろう。まあまあ。あれ？電波ねえな。あー、キングコングの西野ね。電波ねえな。電波来た。電波来た。来ねえな。電波、電波。なんで一番いいところ電波切れんだよ。おかしいだろ。見えたら手、見えたら手、見えたら手挙げてください。 OK、 うん、今いい話だったんや。まあいい、いいのいいのいいの、そこは別にいい。戻ってきた。耳のピアスの海ひどくなってるね、ちょっと。ジュース、足くっさ。全身くっさ。マジありえねえわ。どんな匂いだよこれ。死ぬぞ。子犬が死ぬぞこれ。マジでやば。マジで死ぬぞ、犬、子犬、子猫と子犬死ぬ。俺覇王色の覇気だよ。俺多分今歩いたら子猫パタ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 ひっくり返るよ。にゃーって言いながらバタ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 って、すっげえ癖。あっあっあっ、これ死ぬぞこれ。ほんと大丈夫？あ、やっぱ捨てよこれ。これマジで覇王色の覇気。マジでもう一回言って銀さん。マジで覇王色の覇気。なんかオーラあるっつってんの匂いだったって。それ面白いね。ワド君オーラあるよっつって、くっさっつって、ワドくっさっつって。いやマジで今日はやばい。もうリアトツ大否定だね。もう絶対リアトツなんてやだ。マジで死ぬよ。あきつ、考えられない、考えられないわ。
いや、アーティストじゃん。くっさマジくせ。いや、マジやばいぞこれ。ほんとね、ほんと猫死ぬよ。猫釈迦死なねえかな、大丈夫かな。ピッピッピッつって死ぬぞ釈迦。くっさっつって。多分新宿に着いたらカラスバサバサバサー、カラスをまとって上にカー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 っつって、ワードをカラスまとってるよっつって、うん、また書いてくれた。どっか飛んじゃうんだよ。銀さんどこ行った、どこどこどこ、カーちょっと待って、銀さんのコメント、収入はリスナーさんからのお金オンリーですね。ピエロができることはピエロであることを自覚して誇りが持てる人。ちょっと待って、スーパースターにピエロとかもう本当やめて、本当に。ちょっと待って、ピエロ、ピエロ、スーパースター、モーツァルトとかだよ。中世ヨーロッパとかだったら俺モーツァルトクラスだよ。ダ・ヴィンチ、本当に足とかじゃない、もう脇が、脇が、でも足からはなんかもうほんと腐った匂いすんの。なんだこれ、腐ってんのかな俺。あ、くす、もうね、耐えられないこの部屋。密閉したらあかんってこれ。どうやったらこんな匂いすんの。あ、マジで自分で、言ったこともしない、それが和道でいいのに、変にビッグマウスで常識ジビングるから。あー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 あ、なるほど、な、あ、あ、俺ふうみさんのやつは結構パチンときたかもしれない。いや、なんかね、なんかしっくりきたな、ふうみさんのやつは。なんか、あ、確かにみたいな。クズでいいじゃんってことだよね。お、確かにね、今日もね、クモン流をね、確かにクモン流を確かにあそこで論破しちゃったのが良くなかったんだよね、多分。そうじゃなくて、え、なんでっつって、あ、ごめん忘れてたって言っときゃよかったんだよね。それかもしんないね。その向こうのキャラに乗っかってあげるっていうか、あ、ごめんっつって、約束してたっけっつって、約束って破るためにすんだよねって言っといた方がよかったかもね。そのヒールを演じるんじゃなくて、なんで怒ってんのみたいな。ああ、ありがたいですね、天さんありがとう、うん、スーパースターこの TS 見てね。違うでしょ、もう銀ちゃん分かってるくせにやめて。なんかバスへのスナックみたいになったね今。銀ちゃんちょっとやめて、分かってるくせにっつって、どこのババアだよって、どこのスナックのババアだお前。今の良かったね、やめてよ銀ちゃん。なんだろう、今俺の中にいる罵声のババア出てきたよね今。なんか地元の成田の罵声のババアがなんか言いそうなセリフだったもんね。いや、汗くっせえわ正直。多分ね、今日の女の人とかもうほんと雑談たぬきにくっさって書いてるよ多分。くさーっつって、説明するのやめてみようかな、もう
いや頭いいぶってるとかじゃないの、あのこれ本当に本音ね、聞いてほしいんだけど、これ本音ね、頭いいぶってるじゃなくて、相手の論法で欠点見つけるのめちゃめちゃ得意なの俺。それこそ上げ足取りとか、その相手の弱点とかウィークポイントぐぬぬってさせるのすごい嫌な性格な、わかるでしょ、性格悪いんだよ。なんつーの、その相手のミスをつつくのが超得意なやつっているじゃん、職場とかに性格悪いやつ。俺そのタイプなんだよ。だね、そのね、その歪んだ笑いをね出しちゃうんだよね。運転免許持ってない、気づいてるよ、わかる。なんかその性格の俺の悪い部分あるじゃん、その正論で持ってこうみたいなさ、その相手の土俵で上げやしちゃうタイプなの。自分でその相手の土俵に立って相手が言ったことを救うタイプなんだよ。それやめようか、もうそんなない、そこが原因なのかな。なんかなんだっけ、ミーナさんだっけ言ってたので、ふーんっつってバカなふりしてた方がいいのかもしれないな、もうふーんっつって。多分ね、その役割一番やりたいのはリスナーなんだよね。多分ニコ生の時はバンバン表に出してたの、それ最近隠してるけど、これ素の性格の悪さ、その上げ足を取っちゃうの、それをガンガンにやってた感じだから嫌われまくったの。でもたまに隠してるんだよ俺、ふわっちに来てから。でもたまにね出ちゃうんだよね、そのピキルとピキルと出ちゃうの。だからみんな怖いんだよ、だから凸上がってこないの。俺にガチャガチャに言われるの分かってるから、リスナーは。それあるよね、あやね、絶対凸上がってこない理由、絶対詰められるからなんだよね、そう成功法で。それはあるんだよ。それ絶対あるよね、敵に回したくないタイプなんだよ。あ、可愛い感じに見えてたんだ。いやーでも本当話振り出しに戻すけど、わかんねえなーマジで、わかんねえなー。 13% だね、あと2時間、まあいけるかな。3番可愛がってたのかな、どうなんだろう、どうなんだろうね。可愛がられるの昔から苦手だよな、本当に。可愛くねえのかな可愛くねえのかな。だから可愛がられた経験って人生の中で一回もないもんね。憎まれっ子キャラだもんね全然可愛くねえなこいつ。だから物好きが飼うタイプだったね、変人がおもちゃにするタイプだった。嘘、マジで、マジで、マジで泣きそうなんだけど、今それ聞いて泣きそうなんだけど俺。囲い型だよ、囲い型アンチ。あのね、囲い型アンチ、俺は分からん、もう分からん、そう、どう対処していいのか、もう4年間突き詰めて全然分からん。で結局俺は投げたんだよ、ふわっちに来てぶん投げたの、そのアンチとの付き合い方が分かんなくて。正直言う、あの真面目な話ね、ちょっとネタぶっ込まないで真面目な話をすると、アンチとの付き合い方が俺は全然分かんなかったの、本当に分かんないの、未だに。でそのブロックをすることによってその荒れなくなったんだよ。でニューキャラクターっぽくなったの、ただそれだけなの。ブロックを入れたの、速攻、気に入らなかったら。で一回試したでしょ、先週あたり1週間ぐらい匿名枠やったりとかさ、アンチを泳がせてみたりとか、ブロック解除して。でもねやっぱりね、その分かんないんだよ、何を言って正解なのか、言葉が出てこなくなるの急に。
で全然面白くなくなってくるのよ。その配信やってるのが苦痛になるっていうか、我慢してるだけのゲームになってくっていうか、そのなんつうんだろう、どう対処していいのか俺は分からん、正直。彼らをコール何時ぐらいなんだろう、分かんないな。マブヤさん今充電中で7時までここにいる。10時ぐらいなんのかな。朝の10時ってことは24時間だよ。恥ずかしいよ、わかんねえな。でそのアンチがいて金になるっていうのは手ごわ全然わかんない。そのアンチが いて金になる気配が俺にはわかんねえの。ワドさん何がダメで何が正解か分かってるのにそれができないからな。あのね、違うの、人のことは見抜けんの。この人に必要なのはこれだってすぐ分かんの。自分だけ分かんないの、昔から。本当に自分のことは苦手なの、分析すんの。だからもうね、リスナーと噛み合わないんだよね全然。そのいやお前そこじゃねえぞって言われても分かんねえわっつって。いや分かんないの本当に、分かんない。したくないとかじゃなくて、本当に自分のこと自己分析するの本当に苦手なの。だからいつも手探りでさ、ミニ四駆作っちゃったりするんだよ。分かる？ギター弾いたりミニ四駆作ったりとかドラム叩いたりとか、まさにそこなのよ。ワド、キラコメの加工に潰されるな、頑張れワド。いやあのね、それ匿名さんね、花火ありがとう。あのね、違うんだよ。俺はなんでそう、ああまたいい話なのに、そ電波戻って、今いい話だから、そ電波戻って、今話さないといけないことがある。電波頼む、電波、今頼む、ちょっと待ってね、電波復活してください。電波復活した？あ、ダメだな。っていうか、なんか液体出てるんだけど、ちょっと、え、何これ、液体が出てんだけど、何の液体これ。 iPhone から液体って出る？ iPhone から液体が出てんだけど、 iPhone から液体って出るの？何？はい、どうもー、おつでーす。ジュースとか、
ごめん、あのね、いろいろ考えてたわ。なんかね、思ったんだけど、人生で俺先輩とうまく付き合えたこと一回もねえわ。その、なんか配信会しかみんな知らないじゃん。配信のことしか知らないじゃん。だからあれだけど、配信でも先輩とうまく付き合えたこと一回もないでしょ。わかる？いや、今まだ 15% すぐ切れちゃう。ちょっとね、俺ね、ラスプーチンね、冷静に分析をしていて答えは分かってたの。あのね、アンチが煽る、アンチが煽る、アンチが煽る、囲いが起こる。で、囲いっていう言い方変だけど、ファンが起こる。で、ファンはそのアンチを聞かせる行動って言ったらアイテムっていう流れだと思ってんの。わかる？なんとなく。俺は群れたくない。ただ俺はピラミッドを頂点には立ちたいと思ってるから俺の主にピラミッドを作る分には俺は問題ない。わかるよ、なんとなく。それは分かってんの。だけどそれってなんか濃すいなみたいな。それ正しいのかな。なんかそのアンチは煽るじゃん。でもなんかそれ見てて不快になっちゃう自分がいいんだよね。この囲いさんっていうかファンの人にさ、花火投げろよっつってさ、でそれで見なくなっちゃったら俺が責任取らないといけないわけじゃん。なあ、考えすぎなのかな。もうめんどくせえや、全部投げて、もう適当にやりたい。本当に全部適当にやりたいわ。何にも考えないで、ああ儲かったわ今日っつって、あ儲かんなかったわ今日って、側面あるんだよ多分。その構図だと思うの。要はアンチを聞かせるために和道にガンガンアイテム投げるっていう。そうなんだよね。仕方ないんだよね。だから俺がアンチとどう付き合っていくかがもう鍵なんだよね。永遠のテーマなんだよね。極端な話さ、そのアスペでも分かるように、一言ってルールってあるの俺の中で。約束はしないとかさ、そのなんつうんだろう、もうバッサリ根本的なっていう。そのアンチと付き合った時に、例えばずっと黙ってろとかさ、シンプルな一個の命令与えるとしたらみんな何、アンチコメント書かれた時に何をするのが正解、それ教えて。じゃあアンチコメント来ました、ハゲとか死ねとか来ました、俺は何をすればいいの。俺それ本当に分かんないんだよ。黙る時もあれば、泳がす時もあれば、イライラする時もあれば、どうすればいいの。いや、うまいんだけど俺にはそのテクニックないんだよ。スルー、徹底スルー、本当に。いや、それでうまくいく。イライラはしちゃうよ。だからイライラしてんのずっと見てるじゃん。スルー、変顔そこで変顔か。アンチはそう、一番かまってもらえないことでしょ。じゃあスルーしたらダメってことじゃないの。スルーが正解なの。だって嫌うことはかまってもらえないことで、嫌われるから余計嫌われるんじゃないの。違うの。だ俺はそれ考えたの。スルーって我慢するって意味なんだけど、スルーでも嫌うことなの分かるから余計過剰にならない。だからそのそこは分かんないんだよね。例えばウナ見たか面白くいじれないっていうか、なんつうんだろう、アンチを量産、なんつうの、こいつブロックするけど次のアンチの伏線を仕込んでるように見えちゃうの俺は、あのトークって。だからもう天才的に見えるんだよね。だから面白い会社でしょ、孫正義的な。それがないんだよ俺には。え、じゃあさ、みんなの言う通り1個守るんだったらスルーだったら、ブロックしないスルーを1週間もう1回試してみていい。本当に信じるから、俺リスナー信じるから、それやってみる。じゃあブロック絶対しませんっていうのと徹底する、俺多分もうメンタルぐちゃぐちゃになるよ。俺でも信じるよ、その一個だけ守るっていうのだったらできるから。いや無理なの、アンチのいじりが下手なの絶望的に。そこは分かってんの。やってみるよ、じゃあ近藤さん。でも俺あんまりいい結果にならないような気がするんだよ。そう、見てるのが辛いってなるでしょ。その声が響いちゃうの。
花火投げてる人とかのまた後で来るわっていうのがすげえ、見てるの知ってるんだよ。また後で来ますって言っててコメントもしないだけで潜ってるの知ってるのよ。だけどそわ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 しちゃうのも、そうないんだよ、ないの、鋼鉄のハートないの俺に。はい正解ですって、全部はい正解ですって言えばいいよって言うんだったら銀ちゃんね、例えばその返しの中ではい正解です、ハゲはい正解ですって言えばいいんだったら、ルーティンだったらできる。イライラはするけどルーティンはできるよ。だから1個だけ命令を与えるとするなら何っていう、1個だけ、その1個だけならできる。ゆっくり覚えていきたいの俺。笑いに変えるのは俺下手、絶望的に。アンチと返しは10回に1回ぐらいのネタで返す。だからそのネタで返すのが絶望的に下手。ネタとしてやってんの見たことないでしょ。俺がネタで笑い取ってるの見たことある？ねえ、それはじゃあ囲いを信じるってことなの？要は反撃を待つってことなの？するので。だからその器用なこと、空気を読むのが苦手だからアスメなのよ、恭平さん。わかる？だから今読まなきゃとかが絶望的に下手なのよ。だから一点だけやれって言われたらできるの。その無視をし続けろとか、笑顔でうんうんっていう言ってろとか、だったらできるの。たださ、アンチってさ、あの手この手を使うわけじゃん。だから俺その対応力がないのよ。その、わかる？だからそれが今までやってきたことだ。もうそのなんつうの、ぐちゃぐちゃになるっつうかさ、そうイライラしちゃうのよ俺は本当に。俺さ、あのさ、ラスプーチンさ、文字には書いたよ、旅団募集中って。俺自分から言ったことある、旅団つけてよ。実はない。まあ募集はしたのはしたのかもしれないけど、俺はでもね、それは大事な活動だと思ってるからやろうとは思ってるんだよね。旅団は今手放したくはないから。アンチが増える人気が出て、ちょっと捉え方が違うかもしれない。アータンさん、俺が人気者だからアンチがいてもしょうがないっていう捉え方。唯一の妥協点、俺が有名すぎるがために俺の嫌いなやつはこれくらいいても仕方がないっていう捉え方。その言い方が違うんだけど、そのプライドが許さないんだよ、その言い方じゃないと。わかる？そのアンチイコール人気の証拠っていう、そのアンチを肯定的に捉えることができなくて、まあ俺のネームバリューからすると当然これくらいみたいな思考じゃないと自分を維持できない俺は。でもさ、ラスプーチンさ、なんだろう、それは、なんつうの、アヤとかノンちゃんを否定されるようで、やっぱ気分悪くなっちゃうのよ、俺。もう今、現時点でラスプーチンさんのコメントでイライラしちゃうぐらいなのよ。アヤとかノンちゃんとかさ、サクッとらとかさ、好意を持ってくれてる人に対してのディスなわけだ。それでもうイライラしちゃうっていうのがあるのよ。だから、そこの感覚のズレはいいとして、何をすればいいの？その、要は器用なこと無理よ。正直。その、うまく、その、アンチを手玉に取れなんていうのはできないからこうなってんの。だから、一個だけならできるよ。一個だけ。そう、器用にやれとか、うまくやれとか、そう、無理よ。あー、いいこと言うね。まあそれはね、ひしひしと感じてるラスプーチン。応援してくれる人は余談つけなくてもしてくれるわけだ。まあそれは説得力あるね、うん、一応全部読むルール。だからそのアンチコメの読み方が分かんないって話なの。無線ありがとう。そのアンチコメはどうやって読むの？読み上げればいいの？ただ読み上げるだけ、棒読みみたいに読み上げてもいいの？はい、ワード2、マックイーン。
まあおひねりもらってなんぼだわな。俺もそう思う、同意見で。ハゲって言われたら育毛剤つけてるから 見ててとか言ったことないや、言われたら次回期待してて、次に期待をさせるのがいいのか。それってだから応用力だ。それテストさんだからできるのよ。じゃあ分かった、じゃあ分かった、練習ね。ブロック絶対入れないから暗示コメ書いてみて、全員でどうなるのかやってみよう。じゃあ全員あえてアンチコメント書いてみて、全員どうなるのか10分間やってみよう。用意スタート。寄り目のハゲ、ブサイクでダサい、臭そう、死ね、殺すぞ、髪の毛傷みすぎて赤の部分トウモロコシの上みたいになってきてるね。ちなみさん花火ありがとう。おいハゲ、ゲロプロゲーハー 120% 脇がダサい、セットアップ、だから何、おいハゲって言われて何を言うの社会的にありえる、おいハゲ、おいハゲ、おはよう、おい寄り目、おはよう、おいよ、お前目寄ってるな、変な人だから、変な人だから、変な人だから警察に行くわ。読み上げる必要、何なのこれ、何なの本当に。おいハゲ、おはようハゲ、お今日もかっこ悪いな、なんだそれ、何が面白いのこれの。いやマジで、いやマジでマジで、いやマジでハゲとかいいから、何が面白いの、全然わかんないんだけど本当に。いやマジで、何なのこの、このやりとりに何の可能性があるの。いやマジで、いやマジでマジで、笑わじゃなくて、何の可能性があるのこれを毎日繰り返して。うわ今日も寄り目だな、おいハゲ髪傷んでるな、デコ広くなった、おい詐欺師、俺残りの人生これと向き合っていくことだけで生活しろっつうの、アホすぎるでしょ、どう思う？不毛すぎるんだけど。いやいや、マジでマジで。対応が分かんないんだけど。どういうこと？いやいやいや、TS じっくり見てみようとかどうでもいいから。マジで。どういうことなの？なんなの？そのハゲとか。でって、君はハゲだと思ってるんだよね。それでいいんじゃない？って感じなんだけど、俺からすると。本当に分かんないの。何なの、意味がないでしょ、この不毛なやりとり、こんなイライラしてる、何になるの、全然意味わかんないんだけど。いやもう一回やってみようじゃなくて、俺今やってるんだわ、続いてんの、勝手に終わらせないで、お前が勝手に始めて勝手に終わらせてんの、10分やってるから俺今対応、本気でイライラしてんだっつうの、やってんだよ俺今、バカだ、何勝手に終わらせてんだよ、でイライラするっつってんだろ、意味が分かんねえだろ、何なのこの不毛のやり取り、分かんねえだろ、俺が言ってんの正しいだろ、何なの、だからもうやめよう、じゃやめよう、向いてないんだって、俺本気でイライラしてっからね、本気でイライラしてんの、花火飛ぶかこんなの、全然面白くねえわ、いや全然面白くないでしょ、だからハゲってプライド高いなとかじゃないんだよ、何なの、何が生まれんのこの先、いやピキるの早じゃなくて、だから何が生まれんの、何にも生まれなくないこれ、いや面白いねじゃなくて、面白いねじゃなくて、これで花火上がるかっつう話してんの、敵作るだけでしょっつってんの、何なの
じゃあ美味しいと思わないんじゃなくて全然面白くないんだって。何なの、どこが面白いのこれ。事実は認めないんだとかそういうくだらねえ話してんじゃねえよ。何だっつってんの。敵作って家にまた乗り込んでくるやつが出てくるだけだろ。イライラするだけだし。だから裁きが下手だっつってんの。ポンスキが裁きうめえ話なんかしてねえんだよ。俺が下手なのどうするかっつってんだよバカが。お前頭悪いなマジで。バカかよ、他人の話はうめえのなんか知ってんだよこっちは。下手だからどうすりゃいいっつってんだろうがよ。バカすぎるだろ本当に。いやもう無理無理無理、こうなるんだって。ニコ生の時こうだったでしょ。いやもう無理無理、やめよ。マジでイライラする。いやマジでイライラする。だから向いてないんだって。向いてないの。花火が飛ぶわけないじゃんこんなんで。やめよやめよ、もうイライラする。やめよ。バカすぎるんだって。もうバカと話してること疲れることねえんだって。誰も助けねえじゃねえかよ。助け入ったかこの間に。助け入ったのじゃなあ。助け入るっつ、助け一個もねえじゃねえかよ。お前ら悪乗りしてるだけじゃねえか。全然面白くねえよ。なんなんだよこれ。だからアンチはスルーでやろうっつって、だから普通にやってみればっつってハウトゥーでやってんだから。いや俺は面白くねえんだって全然。何が面白いのこれの。何が面白いの。何にも生まれないでしょ。敵作ってぶん殴られるだけだよこんなのやからに。これで言われるんじゃん。これをやってたから和藤さん怖い人だと思ったって言われるんだから。だろ、この時のニコ生のイメージを持ってる女性リスナーが和藤さん怖い人だと思ってたって言ってんじゃん。しょうもねえ。あ、花火ありがとうございます。いやイライラするでしょ。え、じゃあル、分かった、もう一回やむよ。アンチコメント一回止めて。ちょっと一回冷静に議論したいから。どうすればいいの。俺本当に面白くないんだわ。本当に肩掘ったんだわ今。ストップストップ、本当に。じゃあそのキャラで行きましょうとか煽りはいらないから。俺本気で悩んでんの。こうなるんだっつってんの。ほらもうめんどくせえの湧いてきたじゃん。だから嫌なんだよ。お前ブロックな、うん、めんどくせえから。もう悪の、もうこっから先打ったやつブロックな全員。いや花火飛ぶからいいじゃん。こんなん敵作るだけじゃん。だから一回ストップだっつってんだから。バカが湧いてきてんだよ。ストップだっつってんのに分かってねえんだから。だからもうイライラが止まんないんだって。これを求めてんの？これを求めてんの？リスナーは。これを求めてんの？これを求めてんの？これを求めてんの？ああダメだ、イライラする。いやこんなのブロックするぞ。こんなのブロックするぞ普通に。じゃカリスマでイケメンだと思ってるからじゃなくて、ハゲに対して何を返せばいいんだよ。
ハゲだの、寄り目だの、何が正解なの？俺毎日毎日ハゲだの、寄り目だの書かれるんだよ。だから違いがわからないってことは、だからそういうもんなんだよ。そういうことなんだよ。ストップだっつってんのに、俺は話をしたくて、じゃあ試すかっていう話をしてるわけじゃん。マジでイライラする。知らねえよパラパラなんか、豚だろあんなの。いや用意しておけば、そのわかんないわ、全然わかんない、全然わかんねえわ。もうだからそれはウナでしょ。だからウナは面白く返せるわけじゃん、わかる？ウナは面白く返せるわけじゃん。俺は返せないっつってんじゃん。だからそれを証明したじゃん今。無理だって、ピキるんだって、イライラするんだって言ったよね。だからネタじゃなくて本気でダメなんだっつってんの。だから合わねえからやめたんだっつってんだ。合わねえからやめたんだよ。どんな配信したいのじゃなくて、違う違う、じゃあどんな配信したいのっていう話じゃないの。アンチとうまくやらなければダメでしょっていう話をされてんだから、どうやったらうまくなんのっていう話に発展してんだから。さばけてないじゃん実際。見たでしょ、さばけてた今。さばけてないでしょ実際。いや居心地悪いよフワッチ、もうニコ生だと思ってるもん。居心地悪いよ。だからほら囲いコメントなんか来ないんだって。野放しにしたバカがバカを呼ぶだけでしょ。バカを呼んじゃったでしょこのたった5分間3分間ぐらいで。見てみろよこれ、どう収集つけんだよこれ、どう収集つけんのこれ。バカがバカ呼んでくだけじゃん。だから俺バカ嫌いなんだよ本当に、マジで。あーイライラする。チャンスタイムを狙ってるやつは少なからずいるってこと。チャンスタイム、何チャンスタイムって。ああそれは感じるね、好きあらばって感じ。それは感じるよ、潜伏してて1人が切り出して3人ぐらい出てくる、いつも流れが。あ、ディスのタイミングね。だから俺がブロック入れるって宣言したらもう書けなくなってるじゃん。まあ、俺は平穏でやりやすいよ俺は。耳を傾けてるから今この枠がこうなってるんでしょ怖いさん。傾けてるからこうなってんじゃん。あーわかんねえな、わかんねえ。何じゃあ一個だけやるとしたらスルーで本当によくなんの？それは本当なの？我慢してスルーしてそうなるの本当に。
みんなが言う通りスルーすればいいじゃんつってブロック入れないで。わかんねえ、もう肩がめちゃめちゃ痛い、疲れた。でもそれで荒れるよ、この枠荒れるよ。正直それでいいの？俺別にリスナー信じるよ、俺は乗っかるよ、乗っかるよ。あ、アイテムタイムやめてアンチタイムか。言われたくない言葉をね。見てて辛いって何が見てて辛いの？デストさん、え、何？嫌なことだからスルーしろって言ってんの？どういうことなの？スルーをしなき、スルーをした方がいいって話じゃないの？スルーをしないの？どっちなの結局？俺も汚い言葉嫌なんだよね。もうなんか人を不幸にすると思ってて。で、その汚い言葉吐くやつで成功してるやつ見たことねえんだわ、俺。俺別に違う意見でブロックなんかしてないよ、風味してないよ。いや、来なくなっていいんだよ、俺は来なくしたいのよ、ラスプーチ。だから目的が違うんだって。なんでアンチを増やそうとすんの？だってファンを増やした方が良くない？じゃあさ、風味聞くけどさ、風味聞いていい？じゃあ風味聞いていい？私されたよって言うんだから、風味聞いていい？風味聞いていい？風味私されたって言ったじゃん、私反対意見なのにブロックされたよって言ったじゃん。風味いじるよ、いい？逃げるなよ、聞くか？お前アイテム俺にしたことある？ある？アイテムしたこと一回でもある？それ正直に答えてよ、あるかないかで。あるのないの？あるの？いくらあんの？いくらあんの？じゃあいくらあんの？風船とか言わねえよな、一回どころじゃない？どれくらいあんの？総金額を言えよ。そこまで言うんだったら、一回どころじゃないっつうなら、トータル金額言えよさ、なあ、おい、花火か。そうか。そう。まあ、いいか。あ、そうか。次行こう。そうか、これはまああれだ、それは悪かったな、捨て頃の
習の時も花火だけど、ああそうか、それはなんかあれだな、次行こう。おい文句あるやついいんだろ、来いよこの野郎、おいロックオンしてやるからよ、かかってこいよ。次だよ次。セコノの練習はかなり見てたんで。そうね、そういうこともあったね、そうか、花火もいっぱい投げてくれたんだね。ここで、お知らせです。ふうみさんにはあの和道ステッカーをプレゼントしたいと思います。はい、みんなパチパチ、和道ステッカープレゼントです。パチパチ、あとね飴玉もプレゼントします。ふうみさんおめでとうございます。サイン付きです。メッセージね、あの書くんで、はい、おめでとうふうみさん。はい、次。あ、もういい。そうか。でもお前あれだろ、ふうみ。なんだかんだ言って。捨て頃とか言ってさ、最近のにわかでしょ？あ、こんな人だと思いませんでした。みたいな。もう、私ファンやめます。みたいな。だろ？にわかじゃん、捨て頃とか。なあ、おい。散々言いたいこと言ってくれてよ、おい。ここ数ヶ月のよ。いつから見てんだよ、お前。投げんだよ、こっちのリスナーは。にわかだろ？なあ、おい。日光の浜から見てるっつっても。ロハコとかだろ、ゴシャブとかだろ。ゴシャブとかだよな、知ってっから。ゴシャブとかだろ、どうせポットでだろ、みんな言うんだよ、ゴシャブ事件面白かったっす。すげえ見てます、ロハコさんとのあれっすよね。ほら見ろ、図星じゃねえかな。あんたバーしてた、まあしてたな。俺バーっつってもいろいろやってたから。俺バーって言っても新宿でしょ、どうせ新宿の話だから。これ出てこないよ、雑談タヌキ検索しても出てこないよ。一番最初にやった店どこでやってたか絶対出てこないよ、絶対出てこない、絶対出てこない。バーって言えばもう雑談タヌキに書いてあるから、バーって言ったらもう2みたいな感じだから、和道2みたいな、あいつバーって言ったら黙るからみたいな。タヌキの情報だよ、タヌキの。もうやめよう。いやだから争いは争いしか生まないんだよ、わかった？憎しみの連鎖が始まるんだよ、こうやって憎しみが憎しみを生んで、こう誤解を生じて、こうなっちゃうんだよ。終わりだよ、終わり。ダメだ。そうやっぱ俺らしく俺のスタイルでやってく。俺は俺でやっていくから、
終わった話をほじくり返すほどカッコ悪い話ないよ。過去の話をするやつほどカッコ悪いやついないよ。前を見よ。空気悪くなる。空気悪くなる。正解、これ皆さん。空気が悪い。そう。俺は過去の話とか一回もしたことないから。今を見よ、今を。前に進もう、みんなで。嘘なんか一回もついたことない。生まれてこの方、嘘なんか一回もついたことない。一回もないよ。一回もない、ほんと。グリーンピース残さなかったからね。グリーンピース全部食べたから。だってさ、コテハンとサムネを変えるっていうことはもう別人格だから、俺にとっては。100歩譲って。コテハンとそのサムネ変えちゃったらもう整形して戸籍謄本で名前変えちゃったみたいなもんだから。別の人生を風味は歩んでるの。わかる？風味と俺のこれからに期待してほしいよね。そう。もう名前と多分別サムネと別コテハンだったわけだから。わかる？そう。新しい関係をやり直そうと思ってる。別の人だから。そんな変わったらわかんないもん、誰だか。いや、まだ新宿ついてないから、葉月ちゃん。全然わかんないんだよね。まだ新宿にたどり着いてない。旅の途中いいこと言うね、銀ちゃん。そう、旅の途中。ありがとう、ふみやさん。雨は止むかな、どうだろうね、うん、もう止んでるかな。まあでもね、残り、ん？大変ですね。体調気をつけて。あ、ありがとう、はずきさん。気をつけるわ。どうでもいい人にはアンチは来ない。どうなんだろうな。もうそういう風に肯定的に捉えられるってすげえよな。おい、まあ、マジで尊敬するわ。月曜日か、みんな仕事か。ああ、そうか、お盆休みか。止まない雨は降ってない。うん、いや、まあいるよ、わかるよ、いるよ。充電 22% だね。充電 22% で、パソコンフルでバッテリーフルだから、うーん、どれくらい持つかな。2時間枠は持つかな。3時間持つか。3時間持つけど、3時間で俺いけるかなっていうのもある。おはよう、カズ。アンチをファンに変えろって、もうずっと言われてるけどな。
難しいな。もうちょい話そう。指示まで伝えるわけだから、もうちょい話そう。もうちょっと夜な夜な、ちょっとなんかこうスナック、バスへのスナックで話す感じでいこう。管を巻こう、もっと。いや、あれはさ、もうアンチじゃないもん、みどりさんのは。あれもう仕込みなんじゃないかって思わない？もうさ、できすぎてるよ。あの、なんかもうラブラブじゃん、もう。どこがアンチなんだよっていう。いや、みどりさんアンチなんか存在しないでしょ。見たことないよ。何愛されるところからって。愛してないの？いや、もうコメディーっていうか、あれ共同作業みたいになってるからね。ああ、こういう企画ね。いや、だからそれからまあその発展した話みたいにはなってるけど、毎日潜って見てると昨日みたいに米が出しづらい雰囲気にするのはどうかと思う。何昨日って。嫌いで毎日潜って見てんの？俺にわかだし和道嫌いだけど毎日も。お前の文章何なの？ちょっと待って、山津さん何なの？全然意味わかんないんだけど。俺にわかだし和道嫌いだけど毎日潜って見てるけど、昨日みたいにさ、嫌いなんでしょ？にわかなんでしょ？毎日潜ってんの？毎日潜ってんのね？毎日？エブリデイ？なんで？ねえ、なんで見るの？毎日潜って、そしてそれをなぜここで言ったの？本当に毎日見てる？ねえ、昨日見ただけだよね？ねえ、いつから毎日見てんの？いつから毎日見てるの？ねえ、いつから毎日見てるのか書いてください。いつからですか？いつから毎日潜ってるんですか？そしてそれはにわかでしょうか？果たして。いや、気になるからとか聞いてねえんだよ。気になるからとかどうでもいいんだよ。そんなこと聞いてねえよ、俺は。毎日見てるんだよね。いつから見てるんだって聞いてんの、俺は。わかんないの？ねえ、俺が言ってること。いつから毎日見て、昨日からだろ。お前、毎日っつったんだよ。意味がわかんねえ、ほんと。明日も見ろよ。よろしくな。こんな感じ？寒いな。ありがとうございます。ありがとうございます。そういうことね。ワドさんはワド2、今の返しなんか愛があった。ちょっと頑張ってみたね。そういうのよかったね。これはいけるって思ったから、ちょっと頑張ってみた。オチまで見えた。でもハゲるんだよ、うるせえよ、一皮むけたね。ハゲの後のコメントに一皮むけたってややこしいからやめろ。アンチコメントだろ。伝わった？よかった。あー、臭いな。しかし、しかし臭い。ステッカーいらないけど一つお願いしていいかな？お前が俺にお願いできる立場だと思ってんの？ねえ、お前さっき俺がお前のこと散々いじったけど、お前潜ったよな？なあ、おいおい、
今このタイミングだったらいいかなっつってひょこひょこ出てくんのかよ。おい、何でも言えよ。これエコーかけたいね。ボルテージガッて上げてガッて下げればいいんだね。だんだん分かってきた。ガッて上げてガッて下げればいいな。で最後のエコー入れたらちょっといい感じになる。だんだん芸風が固まってきた。慣れてきたね。ちょっと固まってきたね。ボルテージガーッ上げてエコーかけてファッていくわ、うん、できるようになってきたね。面白いもんだね。これ家でやりたいね。早く AG03 をちょっと導入したいね。大手の風格出てきたね、うん、あ、いいね、いいね。できる、もしかしたら俺アンチいじりできる。え、真面目な話なんだけどな。うん、いいよ、聞くよ。なんだよ、うん、そうだね。ちょっとアンチとちょっとやり合いたくなってきたね、うん、ちょっと明日が楽しみになってきた。グワッて上げてガッて落とすパターンできたね、うんうん、そうそうそう。強靭ね、うん、鼻につく奥野さん、普通にこれアンチコメントでも何でもなくて普通なやつじゃん。これ普通に頭に来てるタイプじゃん。これ普通にアンチになっちゃうタイプでしょ、これ。奥野さんのやつなんかキャラがしっくりした顔、鼻につくなって普通になんか嫌われた感じがする。学校の先生に嫌われた感じみたいな。で、匿名枠でお願いします。あのさ、ノンタン彼女じゃない設定もうやめようよ。不自然だし、ノンタンかわいそう。すげえ出しゃばってきたな。やべえな。すげえ土足で俺の家入られたんだけど。すごくない？ねえ、今。ねえ。すっごい土足で。びっちゃびちゃの長靴で今部屋の中バチャ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 って入られたんだけど、どうすればいいの俺。すっげえびちゃびちゃなんだけど俺の部屋。え？そうなの。すごかったね今。顔がいいっつって、いいねっつって。だからいつも言ってるけど、俺はあのリスナーさん彼女だと思ってるから。これはもう全女性、全和道リスナーのオナペットでありたいって心の底から思ってる、うん、あんなのあれだあれだ、のりこはあれだ、あの手こぎだ。あれ彼女じゃない、手こぎだよ。手こぎだよ、手こぎ。手こぎタレントだよ。手たれだよ、手たれ。なあ、のりこ。なんか言えや。のりこ出てこい。手たれだよ、あんなもんは。うん、出てこい、のりこ。言ったれ。手こぎですって。そうだよ、手こぎだよ、あんなもんは。あんなもん、彼女とかじゃないの、手こぎだ。おい、のりこ。なんとか言え。見てんだろ、うん、そうです。なんかサムネの感じが良かったね。そうです。でこきです。そうだよ。のんちゃんが何とかしてくれた。のんちゃんが何とかしてくれたパターン。唯一和道旅団の中でスキルが高い女だろ。テコノリっつって。のんちゃんはコメントスキル高いから、もともと。まさかリスナーに救われると。リスナーが配信者の窮地を救う、すごい感動的な場面。え、
ていうかさ、もうそれを言うやつほど俺を色目で見てるじゃん。俺のこと好きなの、そのなんだお前なんだっけ、あのミーコ、ミーコじゃなくてなんだっけ、出てこいこの野郎、おいおいこの野郎、フーミーてめえこの野郎、お前俺のこと色目で見てんだろ、お前俺のこと好きなんだろ、正直正直、いや正直ね、腹割って話そう。フーミーお前俺のこと好きなんでしょ、いや見てませんじゃなくて俺のこと色目で見てるんでしょね、抱かれたいの、どうなの正直、いや腹割って話そう。フーミー全く持ってみたいなの。あ、そう。あ、な、そうなんだ。そのカードが出てくるとは思わなかったわ。じゃあこの話終わりは。デブは無理です。はい。はい。だからお前ブロック入れられるんだよ。わかったわ。だからお前はブロック入れられんの。お前はそういうところがブロック入れられんの。あ、分かった、旦那。どういう人か。耳がすげえな。はいはい。いやブロックでしょ、うん、デブデブでデブとか言う、そのよ、何その何それ、面白いのデブ、デブはうちのリスナー9割デブで持ってるんだよ、全デブをバカにしたからね今、ふうみ、うちのリスナーの9割のデブを今敵に回したんだよ、分かってる、分かってる、あ、分かった分かった、お腹見せて、全然デブじゃないよ、全然デブじゃないでしょ、逆にどこがデブなのか聞きたいよ、周りのリスナーの発言にもツッコミ入れられたらよりグッド、ちょっとハードすぎないか、それハードすぎない、ちょっとなんか難易度どんどん上げていってない、難易度、うん、ピアスあれなんだよね、書かない方がいい、もうべちゃべちゃなんだよね、はずきちゃん、おいまんじゅさん、どうも風船ありがとう、金属アレルギーで、しかもなんかシルバーじゃないっぽいんだよね、これシルバーじゃないっぽいね、おはよう、だからもうなんか荒れてるよね、うん、俺のコメント欄と一緒、本当に薬用洗剤で洗って流すといいですよ、へー、薬用洗顔、マジで発想かな、ハートありがとう、ナオさんチタンがおすすめなんだ、うん、いやもう台本しかないよ、風味に後でギャラを支払わないといけないから
花火の約束の花火の 20% です、ふみさん。のりこにはなんかうまい棒とか与えとか。ネックレスの紐、紐いいよね。麻の紐とかすごいかっこいいなとか思う。麻の紐をネックレスとか、うん、お前たちにはあれだよ、エンターテインメントを常に届ける。シルバー大丈夫だね。あ、でもね、シルバーもつけすぎてるとかぶれてくるかな、うん、あ、少しすっきりした、それはよかった。まあ悪かったな、海。そろそろ行くか。6時12分。まだ早いな。25%。4時間で行けるっしょ。一枠で行こう。断言するわ。いや、一枠で行く。もう決める。決める。高円寺でしょ、次。高円寺、中野、東中野、大久保、新宿。あとあれだな、ちょっとのんちゃん多分今日ので傷ついてるから、のんちゃんの件はどう思ってんの？ちょっと掘り下げよう。何？その、のんちゃんの件はどう思ってんの？みんなは。のんちゃんの件は。のりこいじる？掘り下げるじゃあ。風味プレゼンツ。のりこネタ。いや、マジで。ちょっとね。うん、だいぶ近づいたなっつって完成形デンプシーロールみたいなクソカスタンスありがとう。まだのんちゃんに冷たくするっていうかね、掘り下げるか。のんちゃんは褒めてほしいな。うん、なんだろう、信頼してるよ、すごい、うん、違うんだよね。のんちゃん聞いてる？のんちゃん聞いてる？のんちゃん聞いてたら手挙げて。のんちゃん聞いてたら手を挙げて。いや、まあまあ、のんちゃんに聞くわ。のんちゃんに聞くわ、うん、まあまあまあ、のんちゃんが聞いてるかどうかで、やっぱね、欠席裁判はダメだから。俺思ってること話していいの？なんでも話していいの？のんちゃん、なんでも話していいんだったら話すけど、話したくなかったら話さないけど、うん、話したくないんだったらいいけど、聞いてくれるんだ、話していいんだったら話すけど、のんちゃん。いいの？なんだろうな。なんだろう。腹を割った感想。いや、俺は別にのんちゃんには話してるんだけど、俺は、のんちゃんの結婚してもいいと思ってる。正直。正直ね。ただ、その、配信者じゃないのよ、のんちゃんは。で、その、なんだろうな。のんちゃんは配信者ではないよね。でも、その、巻き込むことになるんだよ、のんちゃんを。で、それはみんなわかるでしょ。で、その、アンチが俺に対して攻撃して俺がイライラするのは100歩譲ってそれはいいよ。だけどさ、その顔面整形がどうのこうのとかさ、いつも言ってるけど、のんちゃんその病気でこの顔がケロイドになっちゃうのね、ストレスがたまると。で、すごい繊細な子なのよ。いや、理解してくれるよじゃなくて、その配信に巻き込みたくはないのよ。俺は巻き込みたくはないけど、そばにいたいのよ。でしょ？だからずっと後ろにいるわけだ。ずーっと声を潜めて、ずーっと携帯電話見ながら、ずーっとこうやってやってるわけよ。寝てないのに。そう。だから、でも俺のさ、今の部屋、だから引っ越しを考えてるっつったの。配信部屋が別にあったら映らないわけじゃん。だから、その、なんだろう、100歩譲って俺叩かれるのはいいとしても、なんかのんちゃんの叩かれるのはあんま気分良くないんだわ、それこそ。攻撃されることは確保してるとは思うけどね、うん、それ最初から配信出さなかった人が言うセリフだよ。それは違うんだよ。最初の頃出てたのよ、
今更なんだけど、それはでもリスナーの都合だと思うよ。じゃあ出して分かったことなんだよ。そうだから一時期ずーっと出てたの、初期の頃、のんちゃんと付き合ってた頃ね、付き合いたての頃ずーっとのんちゃんは楽しい楽しいっつって出てたけど、のんちゃんのこと誹謗中傷するアンチが現れてから出てこなくなったのよ。そう、巻き込んでるし覚悟はあるとは思うよ。ある程度覚悟はしてると思うの。だからこうやってスタッフで裏方で動いてくれるわけでしょ。寝てないんだよ今日彼女、うん、だからそのカーテン1枚だから、あの鉄柵を買ったのよ俺。だからさ、本棚で壁を作ったじゃん。本棚だって言ってるけどさ、のんちゃんが見えないようにする仕切りを作らなきゃと思ったの。だからあんな不自然なところにソファーの後ろにさ、メタルラックのスチール買ったでしょ。そうだから、そののんちゃんのこと隠す、まあだったら映すなよ、だったら入れんなよっつって、一時期来ないでって言った時もあったのね。のんちゃん、あの俺が配信やってる時はもう来るなって言ったよね。だから一時期来てなかったこともあったのよ。正直一瞬は大丈夫だよ。まああれじゃ見えてるっつうのは俺の爪の甘さだけどさ、あののんちゃんがその本当に一時期来たらダメだっていう時があったの。そう、あの配信中はだから帰ってたんだよ。その配信が始まると帰る、配信がその終わると来るっていう。だけどあの解放とか来るわけだ、ピンポンピンポンっつってそのタイミングだったの。あのね、もう大変だったんだよ裏で。のんちゃんもうダメだよ来たらっつって、もう配信中に来たらダメだよっつったら、ピンポンピンポンピンポンワドシャーン、ピンポンピンポンピンポンワドシャーンっつって、うらーっつって来んじゃねえっつっただろうがーって、もういろいろ溜まってたの俺は。っていういろんなことを経てる。そう、あれはそういう背景もあって、俺はイライラマックスなの。うふふじゃねえよっていう。そう、ワドシャンのことが好きなのって煽ってんのかてめえって、おこっちはこっちで大変なんだよって、もうマジ煽りにしか聞こえなかったの、その解放のピンポンと。もうでデート配信とかその配信で面白くするためにやるでしょ。もうのんちゃん激ヘラだよのんちゃん激ヘラのんちゃんはデートに連れて行かれないのに解放はデートするんだっつって、いやもうね、もうねこっちは修羅場ですよ修羅場。だからそのなんつうんだろう、そのアンチの対策とともに俺もどうしていいか分かんない部分あるよ。そう、俺のことじゃないことでそのもう巻き込んじゃってるわけだから、そうで、あとそのなんだろう、もっと言うならその踏み込んじゃいけない話とかもいっぱいあるのよ。そののんちゃんの家庭の事情であったりとかね、そののんちゃんのメンタル、もちろん俺のメンタルのこともあるし、俺の生活のこともあるし、そういろんなものが複雑になってるから、その別にその彼女じゃないって言った方が楽だよねって話になったの。一回のんちゃんとじっくり話し合って、その例えばほら最近減らなくなってるの分かる、その昔はさ、女性がリア突するだけで発狂してたんだよ本当に。今のリスナーさん分かんないかもしれないけど、あののんちゃんはそのリア突で、例えば俺が子とかの枠をたまたまザッピングして見てただけで発狂してたの本当に。なんか変な声を出したの、キャーみたいな本当に本当にだよ、あのさ、ほら、いるのでもなんでみたいな、こぶわきがーみたいになってたのよ。そう、それが治ったのよ、のんちゃん大人になって。いや、怖いよっていうか、クソカスカオスだから、その頃ののんちゃんを知らないんだよ。本当に大変だったんだから。でも、その、のんちゃんは成長をして、その、自殺配信とかもやってんだよ、のんちゃん。ツイキャスでビルの屋上から飛び降りようとして2時間ぐらいその足プラプラさせて金玉ヒュンヒュンの配信をやって、それで警察官に連行されるっていう配信とかもやってたんだよ。そう、のんちゃんは死ぬんだーとか言ってこう警察官に引きずられるとか
そう、のんちゃんも過激だから、そうそうそう、だからそのふうみさんね、そのなんつうんだろう、俺はそのリスナーさんに、ふうみさんね、ふうみちょっと聞いてほしいけど、ふうみがに対して言ってることでもあるから、あの俺はそののんちゃんをあそこにいるっていうことは分かるでしょ、ツバニャン襲撃もしてるよね、そうそう、ツバニャンに BB 弾撃ってんのよで、その俺はそのあえてのんちゃんの影が映るっていうのはリスナーさん分かるよねっていう、そのギャグに変えてるわけじゃん。そのもちろんその分からない人は分からなくてあれだけど、分かってくれるよねっていう、そのリスナーさん気使ってくれるよねっつって、リスナーさんは気使ってくれてるのよ今。初見さんは分かんないよ確かに、でもそれは分かるように言ってるの、その俺の中ではすごくデリケートだから、その大事だけど、そのもう本当にはっきり言うんだけど、のんちゃんは俺がいないと生きていけないの。自分でカメラに映すのはだから、その配信者をやるって言ってたし、できれば俺はそののんちゃんって愛されてるキャラだし、そのなんていうのかな、なんていうんだろう、なるべくその慣れていってほしいなっていうのはあるのよ、そんなことできるの、のぞみにはなんで弱いんだ、のんちゃん。のんちゃんはだから朝起きた時にのぞみがいたって言った時あるでしょ、そうですな、なんよのみさん、どうしたよ、浮かべられよつダミ声が聞こえてきて、起きたらのんちゃん正座させられて、俺の家にのぞみがいて、3時間どころじゃないよね、6時間ぐらいずっと説教をしてたことがあったの、のんちゃんに。のんちゃんはでもそんな風には思ってないのに、いやだからのんちゃんがさ、全然ダメだよ、なんでそんなこと言うのみたいな、6時間放送配信外で詰められてるの。そうだから俺はそのなんつうんだろう、あんまりそう説教されてるでしょ、でもあんまりひどいから俺回したんだけど、カメラ映したいの映したくないの、あのよういい質問だから言うけど、あの俺と一緒に付き合ったりとか結婚するんだったら映さないなんてことはできないんだよ。それはみんな見ててわかるでしょ、わかるでしょ、俺と一緒にいるとか俺と彼女になるとか俺とその結婚するって言ってさ、配信に映しませんなんて可能か、できると思う、無理でしょ。そうそうそう、ニコ生のコミュ版ね。でももう悪さしないよ、のんちゃんは。すごくいい子になったよ。本当に。すごく我慢をしてるし、我慢っていうか、すごくその大人になったし。だから俺は理想はやっぱのんちゃんと一緒に、そう、普通に配信をしたいよね。別に普通に、こそこそ隠れるわけでもなく、別に普通に。っていうのは、その部屋むちゃくちゃ事件もあって包丁突き立てられてね、のんちゃんリストカットして血で和道死ねって書いてたの。そうだから、その、なんつうんだろうな、俺はそののんちゃん無下に扱う、まあキャラでね、その、なんだお前、なんてんだなとかやるよ。それをでも真に受け、そこは俺のギャグじゃん。あれを本気で捉えられても困るわけよ。いや、引っ越すのが正解なのか何なのかは分かんないけど、そののんちゃんはそのペットを、その猫ちゃん3匹とワンちゃん1匹いるから、そのペット可の物件じゃないといけなかったりするのよ。で、そういうマンションに俺が今住める財力があるわけじゃないじゃん。そこは悔しいところなんだけど、だから早く収入も上げて一緒に暮らしてあげたいなとは思ってるけど、あともう一つあえて言うなら、あの俺がのんちゃんに一回ブチ切れて警察に突き出してしまったことによって、俺とのんちゃんのご家族とかの関係にとんでもなく亀裂が入っているっていう大問題まあ、 あのそれは完全に俺が悪いんだけど、のんちゃんを警察に突き出してしまったことによって、あの向こうのご家族と大変それは深い溝を作ってしまったのであのそういう問題もあるから、そう
女リスナー減るとか言ってないで認めろよって、うん、だけどそれをその隠してたのはその女リスナーでっていうのはその俺の中でギャグなのよ。俺の中でいい、まあ、本音で話すならそれはギャグなの。そんなわけねえだろっていうのは分かってる、言ってるのよ俺は。そんなわけないじゃん。誰が俺と付き合おうと思うんじゃって話でしょ、うん、まああれはね反省はしてるけど俺も、うん、まだ歩いてるのか、これから歩くよ、うん、そうそう結婚は難しいですねとかいろいろあるじゃん。ギャグはいらない。警察に突き出すかどうかっていうのは俺のアカウントにログインしたからね。例えばそのもうそれはのんちゃんはもう身が震えるほど知ってるんだけど、俺が唯一怒ることってすごくシンプルで、のんちゃんに対して俺のパソコンも絶対触らないの、俺の携帯も絶対触らないの。今昔はもうああどうもどうもキューピーさん、昔はのんちゃん携帯毎日いじくってたの俺が寝たら。今触りもしないの本当に。で携帯もパソコンも絶対触らないの。なんでかっていうとアカウント爆破したりとかリスナーさん女の子の可愛い例えばあやみたいな可愛いサムネの女の子とかを勝手にブロックしたりとかしょっちゅうやってたのよ。でもそれをしなくなったのも成長だし、女の人とコラボしても減らなくなってるし、うん、いろいろあんのよ。あ風船ありがとうございます。いろいろあんのよ。そうだからそう答えは出てないよ、のんちゃんと俺の関係については、うん、勝手にブロックは全然昔の人は知ってるのよ。だからテストなんか女だと思って、例えばだよギャグでテストが和田さんかっこいいハートマークなんかつけてみ、もう次の日ブロックされてんのよ勝手に。で LINE が飛んでくるの、私なんかしましたって。でえ何のことっつってふわっちのアカウントブロックリスト見たら女性リスナー200人がブロックされてるのよ。びっくりするでしょ。そんな日常茶飯事だったの昔は。だよなんか3件ぐらい私なんかしましたって来たらえっつって女性リスナーの可愛いさんね全部ブロックとかしてたのよ。びっくりして、何してんのお前っつって、俺これで飯食っていくためにやってんのに花火師も入れてんじゃんっつって、のんちゃんには関係がないとか言って浮気だとか言って、それで喧嘩して。昔そうだったよね。まあ今はそんなこと絶対しないけど、じゃあこれからも、うん、いやだから別に俺はのんちゃんとその付き合ってること隠さなくてもいいよ別に、全然平気だよ。私ブロック、小谷ちゃんブロックだね。 100% 昔だったらブロックされてたね。いやのんちゃんはすごかったんだよもう本当に。毎日のんちゃんが破天荒なことをやって、のんちゃんが話題を毎回作ってたぐらいだもん。だからふわっちの初期の頃ね、ニコ生からふわっちに移行するときの、うん、まあそういうことはあるけど別にその彼女をいじめようと思ってやったことではないよ、うん、それはびっくりです、うん、いやいやね、のんちゃんはどうしたいの？のんちゃん聞いてた？なんか嫌な思いしたらごめんね。BB 弾残ってんじゃないの？だから、つばにゃんの、なんかアンチが全員のんちゃんの囲いになった事件があったんだよ。可愛い女の人っつうか、まあ、なんだろう。可愛い。可愛い。まあ、可愛い。可愛いんだけど、その、なんだろう。すごいんだよね。あの彼女、うん、可愛いのもあるんだけどすごいんだよね。大丈夫ですお前は今日から手こきだ、うん、大丈夫です。はい、手こきです、はい、正式に手こきです、うん、大丈夫です。つまりは不法復活してんだ。手こぎです今日から、うん、そう、
それがなんだろう、わかんないけど、だって好きな人のためにそれだけ自分変えられるのはすごいと思う。びっくりするよ、だから、出たれだからその話をした時にのんちゃんとすごい大事な話があるっつって、もう何時間も話したのよ昔に。この沖縄帰ってきた時ぐらいだか、それくらいだと思うんだけど、その時にそばに入れればそれでいいって言ってくれたの。いや、いい話だよ。だからそのなんかなんだ、あのミーコだかなんだかなんだっけ、なんだっけ、答えが覚えらんねえな。風味がその言ったけど、その俺とのんちゃんはそのすごい話し合ってるっていうのだけは分かってくれたらそれでいいよ。そののんちゃんのことをないがしろにするためでもないし、そのリスナーさんを騙そうっていうわけでもない。いや、だって風味がお願いがあるってさ言ってくれた話だから、だから別にのんちゃんを貶めようとか、のんちゃんをうまく利用しようとかじゃないし、そのリスナーを騙そうとかそういうのはないよ別に。特にない、正直。そう、あのなんだろう、ずっと昔からあやとか知ってるけど、あのなんだろう、そうそうそう、うん、ありがとうふみ。特にないよ、二人幸せでいてほしいとか、なんだろう、守ってたってわけでもないけど、俺も救われてるから、あのこれ冗談みたいに聞こえるかもしれないけど、あのその配信が全部うまくいき始めたのは俺のんちゃんと出会ったからなんだよ。それ偶然かどうか分かんないよ、その偶然かどうか何なのか分かんないんだけど、そのなんだろう、本当に何か持ってると思ってて、俺は彼女が、そのなんだろうな、そののんちゃんはそんなことないよって、自分が努力したから、和藤さんが努力したから今があるんじゃないっていう風に言ってくれてるけど、そのなんつうんだろうな、やっぱりそのふわっちに来た きっかけの時も配信の裏でね、そののんちゃんとふわっちをログインしてたりとかで、エセアカに天岐阜の課金方法を調べし聞こうぜとか、その全部そのニコ生バンにしてニコ生やめたものをのんちゃんがきっかけじゃん。逆に言ったらそののんちゃんがヘラってバンしたんだけど、そこからふわっちが始まったのよ、それがきっかけで全部。だからそののんちゃんがヘラってやったことだとしても全部うまくいってるっていう確信があるの俺は。彼女がそばにいればその歯車が回る気がする部分はあるの正直。でもあれだよ、その中にはさ何回も付き合う別れるは繰り返してるんだよ本当に。もういいっつって出てけとか何回もあるんだよ、その俺が、のんちゃんはいらない子なんだとかヘラったりとか、その釈迦匠さんに勝手に預けちゃったりとか、そのこの前はそのなんだっけ、大阪行くって言った時あるじゃん。でね、そのなんでその旅行け旅行けっつってイライラしてた、行きたくないとか言ってたけど、本当のこと言うとのんちゃんがワンワン泣くのよ夜中も。激ヘあの激ヘラって、浅井さんがさ、あの浅井さんがのんちゃんのことどうにかしなさいって解放に言った日、解放と会ってる時俺に言ったじゃん、配信なんかほっといてのんちゃんどうにかしなさいって言ったら、終わって寝ようと思ったのんちゃんからも激ヘラ電話が来て、のんちゃんはもうダメだ、
和田さん、のんちゃんはもうダメなんだとか言って、どうしたのんちゃんって言ったら、釈迦がお風呂に入らないって言って、釈迦すごいお風呂に入るの知ってるじゃん。和田さん、のんちゃんはダメな子だ、和田さんの大事な釈迦を預かったのに釈迦が全然泣かないっつって、その俺が大阪に行くから旅に行くからって言って預けたの、のんちゃんに。で旅に出ようっつって電波がダメで帰ってきたじゃんとかいろいろある中で、のんちゃんはすごいプレッシャーで釈迦を預かってたのよ。のんちゃんはその釈迦を任命されたんだみたいな、そのこれミッションだみたいな感じで、そののんちゃんはもう張り切ってんの、もう匠さんに預けたりしないぞ、よし猫にいたずらされないように鳥かご作るんだとか、多分彼女なりのドラマがあったんだろうね。はい、ハニトワルさん、どうもどうも。彼女なりのそのなんかその頑張らなきゃみたいなのがあったんだよ、その和道さんの役に立たなきゃみたいな、今度はつって。でもその釈迦がピッピ泣かなかったりとか、そのお風呂に入らなくて釈迦が元気がないっつって、このままじゃ死んじゃうっつってボロボロ泣いて、でその配信外で会って、で俺実はその後カー君と予定が入ってたの。そのカー君とほらカー君から電話が来てて、その雑誌書きませんかって話あったじゃん。だからもう30分ぐらいしか時間がない中で、のんちゃん激ヘラで釈迦を返されてで、のんちゃんっつって、家にいないよっつって、全然怒ってないよって、気持ちが嬉しいよっつって、もうのんちゃんはダメなんだっつって、もうめんどくさい、もう全部めんどくさい、もう和道さんとかいいっつって、もう家に帰って寝たいっつってで、ブーンって帰って、で俺は釈迦を置いてただいまセッティングして、カー君のところ行かなきゃっつって、もう何が何だか分かんない精神状態で俺カー君と話してんのよ。そう、そういうその毎日毎日いろんなごたごたの中で、合間合間で配信配信配信ってやってるから、頭おかしくなるのよ俺は俺で。そう、なんか釈迦どうしようか、旅どうしようか、雑誌の話きたな、セブンティーンやんないと、ああなんかミュールが抜けるっつってるとか、あなんかレクチがなんか枠開いて腫れてるとか、ミュウツーガーとか、なんだこれみたいな俺の毎日はそんな感じなんだよ。そのなんつうの、どうすりゃいいんだこれみたいな問題がバッパバッパッパバッパ起こってくるっていう、うん、そうだから、その対処しきれなくなる、その放送に集中したいっていうのはそこなんだよ。それが仕事だからなと。なるほど、わかんないけど、その仕事か、それがそうだな、うん、そうそう、他人のペット預かるっていうのは、のんちゃんはそのペット飼ってるわけだから責任感があるし、うん、だからすごく重く、まあまあそういういろんなのがある、そういういろんなのがある、うん、だからそのたびたびたびっつっても自分のペースで行かせてよっていうのは、その釈迦をどうするのか、そう、あとのんちゃんが減らないようにするにはどうしたらいいのかとか、リスナーに相談すればいいやん。そうなのかな、そうだから、その全部がすっきり して俺は旅に出たいっていうのはあるのよ、正直なところ。だからそのショートの企画ばっかりなのよ最近。そのこのショートの中でどう楽しませなきゃみたいな、その家を開けるっていう選択肢が今のところないんだよね。その釈迦のことも、そののんちゃんのことも、その気持ちよく出れるタイミングではないんだよね正直、今ね、まあね、全部がスッキリする日とか全部が解決する日はないから。でも前回その俺はそれを置き去りにして、要はそののんちゃんが行かないでっつってるのに行ったわけじゃん、匠さんに釈迦を預けて、でその彼女を深く傷つけてしまったわけでしょ、うん、俺だってもうわめき散らして泣きたいことの日なんかいっぱいあるよ本当に。そうわめき散らして、でもそのいつも言うんだけど、そのそんなこと言って解決するんだろうかみたいなのがあるんだからね。他人に頼るのが劇的に下手なんだよね俺昔から。そう、他人に、そのだから本当にその
信頼してるのほら匠さんとかさのんちゃんとかにはもう何でもお願いできる立場にいるのは匠さんとのんちゃんなんだよ俺にとって。そうわがままが言える相手って。でもすごい長い時間をかけてそれを気づいていったのよ。それをもちろんそのミウルもそういう存在だったしそれは間違いないよ。そう捨て頃困ってる時にさあのミウルに頼むよっつって来てもミウルにやってもらいたいってっていうかもうミウルしかいないと思ってたからそうねレクチェン音楽作ってくれるって言った時もすげえ嬉しかったし、うん、うでもねもう精神もねあの時間的なものもボロボロですよ本当に。だってね昔だったら一音やったらさ1万ぐらい稼げてたんだよ。4時間枠やったら1万ぐらい稼げてたの。今だって8時間やって5000円だよ俺。だから負のスパイラルでもっと放送やんないともっと放送やんないともっと放送やんないとつって反動でバッて寝るでしょ。1日丸空いてあやべえ稼がないとって言ってそうそうそうもうそんな感じだね最近は。それがまあ今の現状かな俺の。全然うまくいってないっていうまあそれがリアルなところだね。どうしようっていう感じ。食えなくなんじゃねえかっていうプレッシャーとかもあるしさ。山あり谷ありだね。まあまあでもそれでもだいぶ良くしてもらってるけどね本当にリスナーさんには。うん本当に本当にそんな感じ。別に嘘も何もないよ。もう毎日毎日てんてこまいだよ。その稼がないといけないプレッシャーもそうだしそのプライベートのこともそうだし旅団のこともそうだし。ああありがとう。ふみさんにはちゃんと謝っとくはげ。ふみさんすいませんでした。今後ともよろしくお願いします。アイテムくださいとは言いません。見守ってください。すいませんでした。許してください。そろそろ行くか。でもさそのなんつうのそういう中でさそうまあしょうがないことなんだけどそういう中でそういうプレッシャーの中でやってる中で旅行けよ嘘つきとか言われたら腹立っちゃうのよやっぱり。このなんだろう変な言い方かもしれないけど一番悩んでることとか一番疲れたくないことを疲れちゃうことになるから。花火ありがとうふみさん。ありがとうございます。うんごめんねふみさん。でもそのなんだろう心配しさみんな言ってくれてんだよ多分。でもなんか笑えないことも結構あるんだよ本当に、うん、みんな大事よみんな大事だけどねもうね正直ねあのなんだろう200人をちょっと超えるとねキャパオーバーなんだわ俺多分。今ねその大手になる実力今備わってないね。心の太さもなければ俺について来いみたいな強さも今ねえんだわ。アップアップしてんのだからもがくよもうちょっと。それ乗り越えたら多分大手になれると思うからもうちょい見守って、うん、アップアップしてる毎日が毎日。スーパースターとして見てる人はいない。もうこのみんな伸びたと思って見てるから頑張っていこう。ドラえもんになってくれるさ。ああいいね。でも本当にあれだよアップアップだよ、うん、アップアップしてるよ。ありがとう聞いてくれて。毎日毎日そのなんかまあ確かに金金してるっていうのは昔から金金してんだけどなとか思ったりもするけどそれは置いといてね。あのリスナーさんを金だとか思ったことはないよ。それは断言する、うん、あのいつも昔から言ってるけど一人の太い囲いさんに頼るっていうのは絶対間違ってると思ってて、やっぱりそのみんなが投げたくなるような空気感とか愛されるってなんだろうっていうのは本当テーマだよ、うん、あんまりそのなんか太い人にその負担をかけるっていうよりもみんなでワーワー盛り上がってあいつらなんかおかしいよねっていう空気感出したいよね。そういう配信者になりたい。
通の32歳の高青年だねっつってキャラ壊れるんだけど。ブロック全解除いいよ。あー全解除、うん、全解除ね、うん、全然金金してない。してるよ全然。俺はなんか今日枠でも言ったけど、有名になりたいし金持ちになりたいしね、ちやほやされたいしね、うん、すごいその煩悩の塊みたいな人間なのね。でそれ金なの、うん金もあるよ、有名になりたいの、うん有名にもなりたい。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。